ニコラス・バーボンニコラス・バーボンは、イギリスの経済学者、医師、金融投機家である。重症主義者であり、自由市場の最初の支持者の一人とされる。世界初の火災保険会社の創設者としても、著名である。1640年頃ロンドンで、おそらく、プレイズイコール・ゴット・バーボンの息子として生まれ、ライデンで医学を学んだ。1661年に、 ユトレヒトで MD の学位を得た後にロンドンに戻り、1664年には内科医師会に名誉あるフェローとして認められた。1666年のロンドン大化が起こると、ロンドンの再建復興に尽力。火災保険の必要性を主張し、大化の翌年1667年から事業を始めた。1680年、バーボンの火災保険引き受け会社は、 ロンドン初の消防隊を組織した。1690年と1695年には、ウェストサセックスのブランバー選挙区から会員議員に選ばれた。ジョンはスぎると共にラントバンクを設立し、同時代の記録によるとこの事業は、かなりの成功を収め、1696年に、ジョンブリスコーの土地銀行と合併した。ディスコースオブトレード。 1905、政治経済学分野における著作は、古典派経済学の基礎の発展に貢献した。ありがとうございます。